んぼの草がちょこちょこ生えてまして、はい、青いお花を咲く。あ、ここにありますね。これどうですかね。あ、これは稲。あの、買った後の稲から出てきちゃったやつなんですけど、ここ。紫ですね。はい。すごい。コナギって言います。コナギ。コナギ。コナギ。名前もちょっと可愛い感じですね。可愛いですね。はい。これは、あの昔の人は野菜代わりに食べたそうです、今はね誰も見向きもしないんですけれどもね、なんかすごいあのモズです。モズなんですね。モズの高鳴きって言ってあのアピールしてるんですよね、オスが。クモいますね。あ、クモさん。この子水の上を走るクモさんですよ。すげえ。いや早い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 。それからあとなんかキクモっていうのがありますね、ここに。モなんですか、これは。モって名前、モみたいだからモなんですけど、ちゃんとお花が咲く普通の植物ですよ。あ、これキクモのお花です。かわいいですね、はい、ちっちゃい。イボクサも咲いてますね。イボクサ、これそこの足元にも咲いてますよ。あ、本当だ、本当だ、咲いてる。で、水田のこういった草たちは稲刈りが終わって、あの人が作業が終わった後にバッと咲いて、冬が来る前に種を落として終わるという。それまた来年に咲く。それでまた来年になって、あの 稲育ててる間はおとなしくしてて、稲刈りが終わると一気にバッと見てっていうのを繰り返してます。